まあ、こういう状況で今こう起業するんだとしたら、まあ、何から始めますかというご質問をいただいております。初期費用が安くて、まあ、利益率が高くて、まあ、利益額かな、利益額が高くて、リピート性のある商品、サービスであれば、どんなものでも構わないです。ただたまたま僕の場合はキャリア的にコンサルタントだったっていうだけなんで、その3つの条件に当てはまるものを見つけましょうっていうのが答えですかね。はい。今日も始まりました。レスポンスチャンネル。マーケティングこそ社長の仕事だ。ということでですね、今日はゲストに北岡さんをお招きして放送していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。2本目ということで。はい。早速、まあ、今日もあの質問いただいておりますので、ガンガンご質問ですね。ありがとうございます。もう質問いただけるのが一番ありがたいですよ、はい、ね。はい。なので、まあ、これ見ていただいている方もぜひ、あの質問をですね、まあ、コメント欄にいただくか、あとはその概要欄の方に、うん、あの質問はこちらっていうのがありますので。あるんですね。質問。はい。質問の欄がありますので、そちらに、あの質問いただければなと思います。はい。はい、で、今日のご質問ですね、細川さんからですね、質問1行なんですが、今、うん、起業するとしたら、まず何から始めますかというご質問をいただいております。ああ、なるほどね。はい。今このコロナの状況というか、すごい混乱期というのか、なんていうのか、大不況の時期というか、うん、まあこういう状況で今こう起業するんだとしたら、まあ何から始めますかというご質問をいただいております。いや、もう僕は多分コンサルからやりますよ。この起業するって、まあいろんな起業の仕方があるから、何とも言えないんですけど、少なくともその、まあ僕が推奨してるのは基本的な小資本で、副業から始められて、で、小さく始めても大きく育てていくっていう、まあ起業の仕方、そのなんか企業を目指して道路本を投資家入れてとかっていうのじゃなければ、僕コンサル一番楽だなと思ってるんですよ。で、なぜなのかっていうと、まずその起業の条件っていうのは、成功しやすい起業の条件って、まず初期費用が安くて、で、粗利率が高くて、で、かつ僕はリピート率が高い商品だと思ってるんですよ。初期費用が安くて、粗利が高くて、リピートがあるっていう。そうそうそう。そうすると、まあ、在庫抱えるってことは先にお金出すことになるじゃないですか。はい、そうです。だからやっぱりこれは、どうしても、そこでハードルが上がるし、しんどくなってですよ。コンサルだったら身一つでできるわけですよね。で、まあ、利益率が高い、粗利率が高いっていうのはもうまさに、まあ、コンサルティングはもうね、その自分の労働時間でお金もらうわけ。まあ、労働時間かな、まあ、と価値でお金をもらうわけだから、で、一発、まあ、5万、10万、20万っていただけるわけですから、まあ、それで考えると、例えば、20万の契約を、3件決めれば60万円なんですよ。うん。そうです。って考えれば、まあ、普通の感じでいくと、まあ、そこそこお金は残っていくはずなんですよ。うん。無駄遣いしなければ。うん。うん。で、プラス、契約、コンサルティング契約って基本的に、一発で終わりじゃなくて、6ヶ月とか。ですし、また、ちゃんとうまくコンサルティングで成果さえ出せば、さらに半年、さらに半年っていうふうに契約をしてもらえるから、新しい営業をあんまりする必要がないんですよ。で、ずっと安定的に、まあ、ある程度の利益を得続けることができるわけになりますか。で、ここで、まあ、ご飯も食えるし、そこで貯めたお金を使って、例えば本来やりたいようなビジネスの方に投資して、いうふうなやり方が一番僕はいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。なるほど。今の時期でもやっぱコンサルタントっていう感じですかね。うん、そうですね。コンサルタントっていうと、なんか、まあ、経営コンサルタントのイメージを持たれる方が多いんですけど、まあ、ありとあらゆる分野で、アドバイスを求められてる、まあ、てかその、情報がたくさん溢れてるわけじゃないですか。うん。例えば今回の、この、まあ、リモートで、例えば、はい仕事をしようっていうだけ、リモートの仕事の仕方ってネットにたくさん溢れてるんですけど、うちのビジネスにしっかりとあったリモートのお仕事の仕方ってどんなのって分かんないわけですよね。確かに。それを教えてくれる人がいれば、それでお金が取れるわけですし、まあ、最近ではその恋愛を教える人とか、まあ、いろんな人いてるわけですけど、まあ、全部、そろそろリモートでできるし、しかも、そういうマーケットはたくさんあるから、まあ、検索すればたくさん、ね、答えが出る時代だからこそ自分に合った答えを知りたいって思うわけだから、その意味でいくと、まあ、ありとあらゆる分野にコンサルタントは必要だし欲しいと思われてるし、お金は取れるので、いけばいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、なるほど。じゃあ、そのいろんな分野のそのコンサルタントというか、専門分野でコンサルタントになるみたいな。
そうですね。まあ僕の場合たまたまね、その経営コンサルとか、まあ、マーケティングコンサルとかそっちから入りますけど、うん、まあもちろんそれはそれぞれの方のキャリアとかがあるから、うん、絶対それ、その道だと思わないし、ね、全く何もしたことない人がいきなりね、経営コンサルができるわけもないですからね。うん、だからそれはそれぞれの経験から、まあ、やっていただければいいんじゃないかなと思いますね。うん、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、この、細川さんからいただいた質問は、この、まあ、まず今、こう、なんですかね、北岡さんがいただいたのは、業種とか、まあ、職業という面でコンサルから始めた方がいいっていうところが、こうあると思うんですけど、まあ、じゃあ、そのコンサルタントになっていくというか、まあ、専門分野でコンサルになる上で、何からこう、始めていくかというか、まあ、そこのゴールというか、まあ、コンサルタントとして、まあ、ご飯を食べるというか、まあ、あの、給料をいただく。お仕事いただくとかっていうなった時に、その何からこう始めていく、よしコンサルになろうと思ったら、うん、まあ、何からこう始めていくべきかみたいなところって、ね、それも対象となるお客さんとたくさん会うってことですよね。対象となるお客さんたくさん会うっていうと、まあ、僕だったらその経営者でしょうし、うん、飲食店コンサルする方だったら飲食店だろうし、うん、まあ、恋愛コンサルタントだったら恋愛に悩んでいる独身の、うんうん、人々だと思う、うん、男性なのか女性なのかちょっと今いろいろターゲットあると思うんですけど、はい、にたくさん会うってことですね。うん、でそうすると、はい、ではどんなことに悩んでいるのか、うん、まあ、どんなことを欲しているのか、うんうん、で今までどんな解決策を取って、まあ、うまくいかなかったのかってことは分かってくるわけじゃないですか、うんうん、ってことが、あと自分が今度お客さんを相手にするときに、その問題を解決する手段を教えてあげればいいし、うまくいかなかった解決策があったんだったら、それを乗り越えるような方法論を教えればいいわけだし、で、会うことによってたくさん話は聞けるから、結果としてそこがお客さんになる可能性もあるわけです。ああ、なるほど、なるほど。っていうことを考えれば、そのマーケットを理解するっていう意味でも、お客さんを獲得するっていう意味でも、その見込み客になりそうな人とたくさん会っていくってことじゃないですかね。なるほど、なるほど。じゃあ今後のクライアントに解決できるな商品とかを提供したりとかもそうですし、まあ、その問題を、クライアントの問題を知るっていう意味でも、似てる人とか、その、なり得そうな人と結構会っていくっていう。うん。うん、うん、うん。なるほど、なるほど。ちなみにそれって、なんかどれぐらい会ったらいいとかってなんかあったりとかしますか？数というか、量というか。数、難しいけどね、けどな、まあ、せめて20人は会いましょうよと思います。うん。そうするとなんか共通点とかも見えてくるから。うん、うん。なんかお客さんのことが分かったっていう感覚がなんかある瞬間があるんですよ。あ、うん、そんなことに共通して悩んでるんだなとか、いつもことが出てくるなとか、うんうんうん、分かるから、それが分かったら、まあ、それを試してみるっていう感じですかね。うんうん、それを試してみるっていうのは、その。例えば、この同じパターンで、あ、はい、この悩みが来るんだ、だったら、その悩みを解決できるコンサルタントですよってやつなんです。ああ、なるほど、なるほど。相手はどういうぐらい反応があるのかとかって分かるじゃないですか。はい、はい、うん。で、反応があれば、それでいけばいいし、うん、なければ違うんだなと思って、次の。また言葉を探していくって感じですかね。なるほど、なるほど。じゃあその見込み客のお客さんとまあ話をして、でちなみにそれ1対1で話した方がいいんですかね。なんかその会みたいな形で、まあ、1対多数でこう、なんていうんですか、飲み会みたいなんでこうわちゃわちゃって言った時に、そこはね結構パターンなんかそのよしばるしがあるから、どっちもやってほしいかな、はい。やっぱり一対一やる方が深く話できる場合はあるけども、そうじゃなくてみんながいてるから、うんうん、なんかこう悪口的な話になって、なって、はい、結果がどんどん盛り上がっていって、思ってもみなかったら答えが出て結構あったりとかする、だからそこはなんか両方やりましょうってことかな。まあ初めは1対1の方がいいと思います。初めは1対1の方がいいっていうのは、そのお客さん深く理解できるからみたいな。そう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 、そうで何人か集まったらちょっと一回またご飯行きましょうよって行って、お茶しましょうで、お茶してまたちょっとまた別の角度から聞くみたいな感じがいいんですかね。なるほど、なるほど。じゃあ、お客さんに会うとしたら、その、まあ、たくさんの人のパターンもあった方がいいし、個別で、こう、ヒアリングというか、話するときもあった方がいいと。うん、そうですね。はい、ちなみに、それって、なんですかね。どういう体で、こう、話するみたいな感じですか？その、コンサルタントとして、こう、話を、聞かせてくださいっていくのか、単純に、こう、うん、ちょっと話しませんかみたいなんで、アップロード、なんか、どういう、こう、最初、なんですかね。何もないじゃないですか。何もないって言ったらあるんですけど、でもまあコンサルタントが一番僕はいいと思いますけどね。うん、ただ、まあ、過去から知っている人だったら、はい、いけないコンサルタントってはってなるから、うん、そういう方は今そういうコンサルタントを目指していてみたいなことを言っ
って、うんやればいいと思いますけどね。うん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 、なるほど、なるほど。ちなみに、じゃあ、その、なんていうんですかね、知り合いの方からアプローチした方がいいとかってなんかありますか？その、全く土新規の人にこうアプローチした方がいいのか、うん、それとも、あの既存というか、まあ、知り合いというか、自分のつながりだったりとか、顔を知ってる人だったりとか、からアプローチした方がいいとかっていうのはありますか？まあ、それもどっちでもいいって答えなんですけど、ただこれ20って言ったらそこが理由なんですよ。つまり20人と会ってください、見込み区と会ってくださいって言ったら、きっと20人だと知ってる人だけでは多分こと足りないはずなんです。なるほど、確かに、はい、うんうんうん、4、5人が限界のはずなんですよ。うん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 、こうするとやっぱり外の人にも会わざるを得ないですよね。うん、なるほど、うんうんうん、確かにそうですね。その見込み客、まあ、知り合いはもっとたくさんいるけど、そのターゲットになり得るようなお客さんってなると、ちなみにその新規の人、まあ、その5人、4、5人はこうつながりというか、まあ、今までの関係であると思うんですけど、プラスの15人はどういうふうにこう見つけていく、まあ、いろいろ方法があると思うんですけど、どういうふうにこう見つけていく。例えばそのお会いした方に対して紹介してほしいって言って紹介してでしょうし、うんうん、今だったらそのなんすか、あの Facebook とか、うんうん、とか、まあ、Twitter とか見れば、そういう対象客っていうのは出会えるはずだから、そういうところに直接投稿するとかでもできますし、うんうんうん、まあ、そういう人が集まるような買いに行くとかっていうのもそうですし、うんうん、あるいはいろいろあると思いますけどね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、身内じゃないですけど、知り合いの人と、あとはその新規というか、全く新しい人にアプローチしに行くっていうので、まあ、2つ。で、合わせて20人ぐらいにはこう、リサーチするっていう感じですかね。そうですね。うん、うん、うん。なるほど、なるほど。で、そこでこう、出てきた問題とかを、じゃあ、それ専門のコンサルタントですっていう形で、こう、商品を提供していくっていう感じですかね。サービスかな。商品というかサービスですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちなみに、その時のなんかポイントとかってなんかありますか？その、何々のコンサルタントですって言った時の。ああ、ないです。とりあえず、ちょっとやれです。だいたいここの時に、ここでポイント言ったことで絶対かい、あの、意味ないんで、やれです。なるほど。やらない。やらないっていう。なんかわかる。なるほど、なるほど。じゃ、とりあえず20人っていう。やれ、やれ。黙ってやれ。答えですね、知らんわ、それ以外は。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、この細川さんから今回いただいたご質問で、まあ、今起業するとしたら、まあ、まず何から始めますかっていうご質問いただいたんですが、はい、今日のテーマをこうまとめていただくとどういう感じになるでしょうか？そうですね、まあ、僕だったらあのコンサルティングをおすすめしますっていうこと、うんうん、で別にこれはコンサルティングである必要はなくて、うん、さっきも言いましたけど、初期費用が安くて、うん、まあ、利益率が高くて、まあ、利益額かな、利益額が高くて、リピート性のある商品、サービスであれば、どんなものでも構わないです。ただ、たまたま僕の場合はキャリア的にコンサルタントだったっていうだけなんで、その3つの条件に当てはまるものを見つけましょうっていうのが答えですかね。うん、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、細川さんはこれ見ていただいたら、まあ、やれというので。そうですね。とりあえず黙ってやれ。20人やってください。はい。もし、コンサルタントが OK であればですよ。うんうんうん、うん、はい。はい。ありがとうございます。はい。それではですね、本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました。お願いします。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今、質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。